サムショーネルでーす。イエーイ。はい、ですね、ポンスがね、イングリッシュスクールに通い始めて、もう早、4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、今、ポンスがどんな感じでね、そのスクールに通ってるのかっていうのをね、ちょっとね、お伝えしたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、今日は、なんとお迎えも一緒に、みんなと一緒にね、こう、お迎えの様子をこう、提供して、共有して、それで、ポンスお帰りみたいな気持ちになってほしい。で、どうだったっていう話もその後でしていきたいと思うんだけど、だから今日は今からみんなと一緒にお迎えに行こうと思うよ。こんな動画出すと思わなかったけど、なんでこんなことになったかっていうと、 iPhone 11 Pro にしたから。 iPhone 11 Pro はこんなに画質が綺麗だし、最高に手ぶれしない有能なカメラなんだ。だからサブチャンネルがもうはかどるはかどる、もうこれから毎日サブチャンネルを上げちゃうんじゃないかなっていうぐらい、もう画質が良すぎてずーっとカメラ見てる一人でみたいな感じでね。だから今日はポンスをお迎えに行くよっていうサブちゃんです。みんなついてきて。いつもね、ポンスをお迎えに行くときは歩きか自転車か車の三択なんだけど、だいたいね、私はチャリかな。車だと逆に混むときがあるんでチャリで行くけど、今日はちょっといろいろ事情があって歩きです。ポンスね、最初はね、もうお迎えの時ずっと泣いてたのよ。で、もういつ、毎回もうこれずっと泣くんだろうなって思ってたの、私も。でも、まあ、先生が言うには、ママとバイバイした後はいつも楽しそうにやってるよっていう話だったんですよ。だから、じゃあ安心だなって思ってたんですけど、最近ね、全く泣かなくなったの。私は感動して、なんか成長だなって思った。いつも帰ってくると何したのみたいな話するんだけど、絶対ご飯の話しかしないの、ポンスは。そう、日本の幼稚園だと、お父さんお母さん、おいしいお弁当どうもありがとうございます、こぼさないように残さないようによく噛んで静かにいただきます、先生も召し上がれみたいな、なんかそういうなんか唱えてから食べるじゃないですか。あれいると思うんだけど、それがなんか英語バージョンで Hands on the table, feet on the floor みたいなやつらしいんですよ。それを毎回毎日言ってる。今日何やったのって言ったら、Steady Go やったみたいな。それも昨日も言ってたよみたいな感じなんだけど、毎回それを言うの。先生からのなんかメッセージみたいなのを見て、今日一日何をしたのかなっていうのは確認してるんだけど、まあなんかその家で見せる姿と外で見せてる姿が違ったりとかすると、なんかあ、そういうシーンもあるんだなみたいに、私もこう新しいポンスの一面を見るようになったりとかね、するんですよ。だからね、すごい仲いいクラスの女の子がいて、今日は何々ちゃんと公園で何々しましたみたいな、子供同士のやり取りを先生が教えてくれるわけですよ。だからすごいポンスにとっては刺激的なね、毎日送ってるんじゃないかなって思うんですけど、喋りながら歩くの疲れる。もう。手触ったの？イエーイ。はーい。ただいまって。ただいま。今日はチョコエッグ買います。チョコエッグ買います。そう。いつも毎回頑張ったらチョコエッグを買うっていう約束みたいな感じにしてて、コンビニに行ってなんか気に入ったお菓子を1個買ってあげるんですよ。お菓子は？お菓子こっちにあるじゃん。これプッチョにする？じゃあそれレジくださいしに行こう。やだ。あ、それじゃないの？これそれする？やだ。どれだよね。いやー、これそれにする？やだ。なにそれ？それ。よし、じゃあくださいしに行こう。はい、ください。こっちこっち。はーい、ただいま帰りました。イエーイ。今ね、ウーくんがお帰りってしたところです。こういう日はね、まあウーくんと私は別々とかで過ごして、今日はね。俺は今日しかないと思って髪を染めてきた。そう、めちゃめちゃかっこよくなってます。そっちかけてみして。ウーくん。光に当ててみて、うん、いいよ。でもね、本当に俺伸びるのがめちゃくちゃ早いんだよね。そう、お皿取って。まさか。超かっこよくなりました、ウー君。お皿取って。
はい、でプッチョをね、さっき買ったプッチョをお皿に開けて食べますよっていう時です。お父さん、手洗って先、手洗ってから、手洗ったらジャーしてあげる、手洗って、はいはい、あおりこあわ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 やって、うん、あんなよ、小さくだよ、そんないっぱい出さなくていい、えらい、もっとゴシゴシしないと、こうやってゴシゴシして手首までね、これからインフルエンザが流行りますよ、やばい、怖い、怖いよ、もうなんか結構最近かかるんだよね、そういうの、本当にマジで免疫高めていかないとね。ポンスくん、だいたいスクールが終わるとここにね、こうやって好きなお菓子を1個広げて、ポンスか、ポンスあ、これは運命的な恋はさ、君と何万回もラブゲーム、何個を暗く近づくほどに、もう運命的な恋はさ、ラララ何万回のマンティー、ラララララ、やめんのかい、やめんのかい。ポンス、今日さ、ABC で何やったの？せーり、どーこ。ほら、これさっき言ったでしょ？レディー、ステーディー、ゴーやったしか言わないんだよね。それしかやってないでしょ。ご飯しか食べてないんでしょ。あと今日何やったの？ダンスしたんでしょ？ベイビーシャトゥトゥルルトゥルってやってたでしょ？せーり、どー何やねん。早く。Hands on the table, feet on the floor, steady, steady, go! いただきます。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。なんか全裸監督がちょっと出てくる。素晴らしい監督。嬉しい。ポンスがね、スクールに行ってる間は、リサとご飯食べたり、あと、ウーくんがいるときは、ウーくんとご飯食べたり、なんかちょっと、なんか落ち着いてね、過ごしてますよね。うん。一個ちょうだい。これ、これ、これいい？ダメ。え？ダメじゃないでしょ。いいよでしょ。これ、どっち？ダメ、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 ダメ！といった感じでした。一個ちょうだい。行っちゃった。じゃあ、ポンスまたねって。またね。バイバーイ。終わりでーす。終わりでーす。うぇー。じゃあ。